ビットザキューピッドは日本のテレビアニメ作品。1995年4月20日から1996年3月28日にかけてテレビ東京系列局の番組アニメ館でボノボノとセットの30分番組として放映された。全48回。30分の枠を本作とボノボノで15分ずつに分ける放映形式が取られた。なお、 日本で制作される連続 CG アニメーション番組としては最初の番組である。主人公の名は情報量の単位であるビットにちなみ機械によって創造されたという設定を持つ。世界設定はギリシャ神話をベースにしており、ゼウスやヘラなどギリシャ神話の登場人物も多く登場し、ミダスの触れるものが皆金になる能力やメデューサ大事、シシュポスの岩など、 ギリシャ神話をベースにしたストーリーも存在するが、多くのストーリーはオリジナルである。なお、ヴィーナスやマルスなど、ローマ神話の名称になっている、登場人物もいる。1996年頃 VHS でビデオ化されたが、現在は廃盤である。本作は、声優の倉田正代のデビュー作である。2021年現在、DVD 版、ブルーレイ版は、 リリースされていない。妖精トゥインカーの描いた絵を機械に放り込んだところ、いたずら好きのキューピッドのビットが誕生した。以後、トゥインカーは、ビットの引き起こす、様々な騒ぎに巻き込まれることになる。本作を制作した BB プロダクションは、アミューズなど6社が、ビットザキューピッドを制作するために新たに設立した、プロダクションである。1994年春。 2分間のパイロットフィルム、クピドの冒険が制作され、これをもとに、同年秋、制作が決定した。制作に使われたシステムはプリズムスである。デジタル再色は、北海道岩見沢市で、身体障害者受産施設などを運営する社会、福祉法人岩見沢緑声援が言った。障害者受産事業として1970年代から、コボルなどによる、 コンピューターシステム開発事業を手掛けていた岩見沢緑声援は当時、マルチメディアコンテンツ制作事業への転換を模索しており、札幌市のソフトウェア開発会社、株式会社 BUG の依頼で受注することになった。スタッフは、障害等級1、2級を含む岩見沢緑声援の障害者11人と地元採用の9人で、当初、 基本をマスターするまでに2、3ヶ月を要したが、作業の習熟度が上がるにつれて、作業能力が平準化し、作業効率向上への著しい適用が見られた。制作作業は、東京のグループタックと札幌の BUGE 社、岩見沢緑生園の間でデータをやり取りする、形で行われた。グループタックで作成された動画データは BUGE 社を経由し、 リムーバブルハードディスク、シクエストに格納されて、再色指示とともに岩見沢緑星園に届けられた。岩見沢緑星園ではフォトショップで再色を行い、1日あたり300枚を仕上げて、ハードディスクを BUG 社に変装。緊急時や陶器の吹雪による交通障害時には、ISDN 回線で BUG 社に送った。 BUG シャワー岩見沢緑声援から届いたデータをプリズムスを使用して編集し VTR に仕上げてグループタックに発送東京で音声を乗せて完成させたビットザキューピッドは初の連続 CG アニメではあるが使われたのは主に彩色部分であるただし3次元でモデリングしたキャラクターを登場させたり背景を CG で作成して動かすといった工夫は随所で行われていた。また、再色後、輪郭線をすべて消してあるのもこの作品の特徴である。ありがとうございます。